はい、なんかいろいろ映ってる。はじまきよしの雑談です。お母さんが帰ってくるまでなんで、多分ほんのミリですね。あのツイッター雑談、俺最近ツイッター雑談で、ね、なんかもう警戒してるのがあるんですよ。あの誰かが言ったものをツイートしたものって俺大体嘘だと思うんですよね。さっきもね見つけたんですよ。はい、ね、まあタイムラインに入ってくるかな、来るかな、来ないんですよね。なんかバズリツイートって適当なんでね、一瞬目を離しただけでなんかね、あった、あれ消えた、母の書道の先生、母の書道の先生90歳が、最近の連中は絆という言葉をやたらといいことみたいに使うけど、あれはもともと馬の首につけてどこにも逃げられないようにした鎖を意味する言葉なんだよね、気分は悪いねと言っていたと聞き、嫌な感じがしてずっと使いたくなかった理由がやっと分かったような気がした。ちょっと意味わかんないんだけどな。嫌な感じがしてずっと使いたくなかった理由がやっと分かったって何それ、分かんないじゃん、知識なのに。そんな知識ないのに、ああ分かった分かったってならないだろって俺は思った。だから絆って言葉の由来は分かんなかったけども、なんか ただ単純になんか絆ムカつくなって思ってたりしてるでしょ。なんか絆ムカつく正当な理由ねえかなって探してたら、まあお母さんの書道の先生っていうね、うわそれもねややこしいな、うん、お母さんの書道の先生ね。いやすごい、もうツイッター民大嫌い人間みたいになってるけど、いやネタツイッターさんたちは大好きですけど、そこだけ媚びを打っていくみたいな、まあ、もちろん人は好きだけど、そういう人でね、母の書道の先生ってね、なんだなんだってなりますけど、まあまあ90歳で、まあ、90歳っていうのがね、まあ、これミソなんですよ。もうその道何十年って言って嘘っぽくなるけど、まあ、90歳でどれくらいやってるかって話ですから。でそれ10歳とか、まあ、5歳からもし始めて、まあ、もう85年やってるよっていうのが、最近なんかね、あの趣味でね、やり始めてね、みたいな感じで、まだ5年とかのね、まあ、それで先生になってるのはおかしいですけど、うん、まあ、なんだかんだ言って、何かの手違いで5年でなんか先生になってるかもしれませんし、まあ、90歳の意味はわからないですけど、まあまあまあ、もう80年くらいやってるんじゃないですか、書道。多分ね、まあ、それでね、でもやっとわかったような気がするって意味わかんなくない？何やった、いや、まあ、作家の人らしいけど、なんか最近の連中ってどういうこと？人間どこ、最近の若い連中は確かにムカつく言葉だから若いのを抜いたんだろうな、この人は多分ね。でも最近の連中って今を生きてる人、まあ、今を生きてる人っていうかっこいい言い方じゃなくて、全般的にさ、0歳から下手しい120歳まで最近の連中じゃん、へりくつ言うならね。今生きてる人、今王じゃないの、今生きてる人たち全般になるじゃん、最近の連中って。うん、いやそれツイッターへりくつ雑談になるけどさ、そうじゃん、最近の連中って。なんか添削みたいのするから俺気持ち悪がられるんだろうけど、と言っていたと聞き、嫌な感じがしてずっと使いたくなかった理由がやっと分かったような気がしたって、なんかマジよく分かんないな。なんでこの人はリツイートしてんだろうな。恐怖人間打楽器チンポコ祭りさん面白すぎだろ名前、びっくりしたな。あー違う、なんか嘘祭ツイートリツイートしてる人かな。以前熱海に行く途中、小田割に寄った際、そこで会った人にもし時間があるなら根府川で途中下車するといいですよ。何もない駅なんですが、根府川、ちょっと多分違うと思う、根府川駅のホームから見る海が好きでと言われ、駅員さんもいない駅で電車1本分海を眺めたんだけど、すごく贅沢な時間だったっていうね。進めたいんだろうね、多分進めたいんだけど、会った人にとか言ってる、だから嘘待つツイートリツイッターの人だ。もう一つの肩書きがね、いやもう会った人にそういうの多いな。話しかけてくんのか、そんな人間って、いつの時代だよって。今もう人間は塞ぎ込んでる時代ですけど、それでそんなね、根府川の駅で降りるといいんですよみたいなこと言ってくれる人いんの？すごいな、俺ひねくれてるなってね。いやーまあまあまあね、自分の好きなものをアピールするためにでも多少の嘘をついた方がやっぱり広がりやすいですから、まあ綺麗なんでしょうけどね。うん、本当にその人はどうなんだろうね。本当にその景色が好きだったら言わないと思うけどね。うん、なんかね、ツイッターらツイートへりくつ人間ですね。東京オリンピックの学生ボランティア動員を戦時中の
学生動員に例えるのは間違いだという趣旨のツイートが流れてきたので、てっきり、学生動員はもっとひどかった的な意味だと思ったら、日本は学生動員にすら割と高い給与を払っていたという真逆な話だったのちょっと驚いてた。これもずるいよね。ツイートが流れてきたのでって自分のこれを作ってやってる可能性もあるからね。まあ真逆の話だったのでって、うん、よくあるやつですね。カプセルホテルのおじさんたちは、これはなんかね、よくわかんない。多分これはなんか嘘松にしようがない感じだから、もしかしたらこれが嘘松だったら上等嘘松ですから、いや東京オリンピックやばいね。すごい、東京オリンピックの皮肉ツイート、あ、なんかあるんですよ。なんかまあ乗っ取られて、あの東京オリンピックに対して、まあ、自分磨きの一種としてってから始まるツイートがあるのに、皮肉でね、自分磨きの一種として2020年のオリンピックボランティアに応募することにしました。ただ私には大した能力ないんでね、だから参加登録だけしてドタキャン期間中は喫茶店でコーヒーでも飲みながらサボることにしたよ。どうせお金出ないんだから大丈夫だよ、有給も有意義に使えるしねって。面白いな、こういうね、働きたくない人ってツイッターにどれくらいいるんだろう、数を知りたいので、働きたくないって人はよかったらツイートね、いやリツイートしそうになったけど、ムカつくな、みんな働きたくねえよ。うん、真空の闇に咲いてもよかった一滴の水も欲しがらないで。あ、でもツイートピを見るといいんですよね。あれ、ツイートピっていうツイッター、あれどっか行っちゃった、消し飛ばした。あ、ニュートピね、ツイートピじゃなかったです、ニュートピでした。ニュートピは人気ツイートでねまとまるんで、この人もねいい。あ、大阪洞察、あ、まあすごい強い野球の中甲子園のとこね。携帯電話禁止、親との面会2ヶ月に1回、外出は月1回のコンビニのみ。今時若者がこんな生活をしてまでここで野球をやることを望んで頑張って、大差をつけて優勝しても心からおめでとうと頑張ったと言いたい。お腹すいたな。名古屋いいな。何このポリゴンみたいな傘、いいな。むちゃくちゃ欲しいわ。何万するんだろう。4万円くらいしそうだな。4万するだろ絶対。4万するわこれや。ちょっと買いたいな。4万か。ああ英語だ。あ、英語を常に翻訳。$149、14,900円から。高いな。やっぱ普通に高いね、14,900円って。そうだよね、14,900円でな、びっくりしたな。そんな4枚もしないだろって思ったら、うわ高いな。いいデザインなんだけどな。俺がもっとおしゃれ人間になったら買うわ。なんでこれ。前のでリード取れてるかはしっかり見ておくんで。よくわかんねえ。まあ面白いんだ。猛暑だった頃は人殺し甲子園、熱射病で生徒が苦しむのを見る見せ物みたいに言われてたのが涼しくなってないんだけどな。勤労が快進撃しだしたらみんなすごいすごい言い出したの、まさに喉元すぎれば暑さ忘れるだな。俺はそう思ってないよね。ていうか甲子園なんて興味ないもん俺。野球スポーツに全く興味ない人間っていうね。かっこつけてるわけじゃないよ。いや、なんかさ、何も興味ないんですよねって言ったら何かかっこつけてるように聞こえるじゃん。
いや、ただ単純に見ないってだけです。興味あっても動かないだけにしておこうかな。それはそれでダサいな。うん、いや、これお湯まゆで作った、お湯丸っていうプラ丸で作ったよくわかんないやつ。あの、ビヨンビヨン伸びるね。あの、短いムチです。あ、10円玉ピカピカにして。なんかね、まあ、なんとも思わないかな、甲子園。なんだ甲子園。うんちうんちうんちちょっとねもう眠いな。シンクのやめにさいでもよかった。最近リューチェルがね、なんかウォーってきてる。俺もなんかリューチェルのインスタグラムの質問募集がむちゃくちゃ面白かった。一つだけね、いや全部はその他全部つまんないみたいな言い方だけど、一つだけねってだけがいけないんだがな、だがな、だがな、うん。あれですね、なんか2020年のオリンピック出るならどんな競技に出ますかって、出れるとしたらって言ったらね、なんかブランコって返しててね、いいなーと思った。なんかキャラを徹底してるっていうかさ、キャラじゃないよね、俺はピュア人間だからキャラじゃないんじゃないかなと思う。いいねブランコね。俺何しようかな、寝るかな、普通に寝るか、うん、寝るだな、寝るか寝るだな、うん、普通それか、あの普通に美味しそうにコーラを飲む、誰にも見られないで普通にただコーラを飲む、みんなで、みんなでも客席のみんなで、嫌で暑いとこ行きたくねえ。東京オリンピックはなんかすごい、最初はねネット俺見てなかった時はうわー楽しそうだなーと思ったけど、今すごいひどいらしいよね。うん、よくよく見たら、まあどうせそこそこ成功するんだろうけどな。そんなネットなんて一部の人間だもん、強いて、まあ、ひどいことに変わりはないんだけどな。ボランティア地獄で、スーパーボランティアでね、まあ多分2020年までにはなんか買いね、でまあね、変なブラック企業はね強制的にみたいな。いやー、もうボランティア0人目指してほしいわ。うん、ボランティア0人面白そうね、すごいよな。まあボランティアだから多分何でも無視してもいいと思う、全然。いやー、俺東京オリンピック行かないわ、見るもんないもん。何見に行こうかな、東京オリンピックね。えお腹すいたな、むちゃくちゃお腹すいた。最近すごいお腹すくんですよ。1ポンドくらいのステーキ食ってね、4時間後くらいにお腹すいたって言ってるような人間でね。で、出来たての鮭がね、もう油味だった。なんかやっぱ僕ね、あのおじいちゃん、なんかびっくりした、個人情報言っちゃったかなと思って。おじいちゃんってね、あの今すごい病気なんですよっていうね。いや、病気の話しに来たんじゃなくて、まあしょっぱいものがむちゃくちゃ好きなんですよ。まあだから病気になったか知らんけど、しょっぱいものが好きなんですよ。で、おじいちゃんと一緒に買った、まあ、しょっぺい鮭をなんか余ったからあれくれるよって言った時のしょっぺい鮭が好きなんだよね。俺はしょっぱい鮭が好きだ。生協のなんかね、なんかよくわかんないな、ね、宅配っていうか、なんか伊藤ヨカドなのかな、よくわかんない、どっかで買ってきた骨なしのやつ、いいよね骨なし。うん、普通にね、正規はダメだな、全然個人情報だな。まあいいや、うん、正規って2種類あるけどね、もう片方はちょっとね、うんって感じ、うんうんうんって。まあね、まあいいや、どうでもいいや。うん、まあ、そっちはなんか骨なしらしいんで、でもなんか油の味しかしなくてね、まあ醤油つけたら、まあ醤油の味になって美味しかったけど、まあツイッターはね、掃除でクソですからね、クソの集まるところなんでね。まあ面白い人いますけどね、ネタツイッター好きだな、ネタツイッターは真摯にネタに取り組んでる姿がかっこいいわ。面白い人好きだからね。
俺もネタツイッターにね、なんか啓発されてネタツイートとかしてるんですよねっていうね、自慢しに来たわけじゃないんですよ。まあね、ネタツイートっていうかなんか変なツイートしてますね。眠っ。最近のツイートは、2人の男女が出会う確率1分のにっこり億っていうね、あの、1分の72億分の1っていうね、もうこれレペゼン地球のなんかあのまあね DJ 社長、 DJ って DJ しか読めないね、まあ DJ 社長が言ってたんだけど、いやその72億人からこうやってやってるわけじゃないじゃんっていう、うん、って言っててね、まあそうだよなーってなって、強いて1億分のだもんな、うん、それも確率かもしれないけど、だから俺は1分の72億にしようかなって思った。でもいいやって思ってね、もう超初期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 装備の気象装備じゃないよ、超初期装備の絵文字で奥つけてやってますっていうねマスっていうね、職業みたいに言ってますけど、あと IKEA のいらない商品第1位脳みそ帽子ってむちゃくちゃ欲しくなっちゃった。何これ、魅力の塊なんですけど、あーいいな脳みそ帽子欲しいな、脳みそ帽子 IKEA 探しに行こう、脳みそ帽子面白すぎるよ、脳みそ帽子は。はい、一旦おしまい。